お前たちは授業中だってことをすっかり忘れているな。ふん、だったらこの焼きそばパンは私が買うの。なんでそうなるんだよ。これ食わねえと調子が出ねえんだよ。騒ぎを起こしてばかりの人の調子なんか出ない方がいいんじゃない。早い者勝ちでしょ。だったら俺にも権利はあんだろ。男だったら女の子に譲るでしょ。普通普通の女の子だったらな。どういう意味よ。なんだよ。抜けねえ。これで役所に完成だ。しっかりしなさいバカボルト。サラダ、今からの作戦失敗しないでよ。信じんのか影のこと。影のことはよくわかんないけど、あんたは嘘つきじゃないでしょ。サラダ、バカだとは思ってるけど。で、俺二代目影マサいけるんじゃね。はいはい。サラダ、そのさっきの影のことなんだけどよ。私は先生への報告が残ってんの。じゃあね二代目バカマサ。屋根で風を感じてるとすっげー気持ちいいんだぜ。はあ、ガキじゃあるまいし。お前もやってみりゃわかるって。やんなくったってわかるっつーの。感じ悪ぅ。あっちです。サンキュー。サンキューはこっちだな、サラダ。ボルト、渡してやれ。わかったよ。ほら。必ず届けるから。おう、サンキューな。何が？弁当届けてくれたんだろ。こっちこそおかげで目標が決められた。だからサンキューはこっちだ。この間まで忍者なんてとか言ってたくせに、一体何があったんだよ。あんたみたいにいつまでもガキじゃないってだけ。俺のどこがガキだって。あんたのどこがガキじゃないっての。引き分けね。へへー、俺の勝ちだな、サラダ。おい、それ卑怯すぎんだろ。こうなったらお色気の術。何なのよその術。開発したやつぶっ飛ばしてやる。僕はやっぱりいいコンビだと思うけどな。何あれ。昨日校長先生にいたずらしようとして。その罰なんだって。ほんとバカね。心配すんな、どんなとこか知らねえけど俺が盛り上げてやるって。なんだその自信は。仕方ねえが委員になっちまったからな。そのやる気、普段の授業でも見せてみなさいよ。それね、あいつを。俺がなんだって。あ、なんでもない。あっち行きなさい。なんだよ、俺だってデッキで海を見たいんだよ。緊張感のないやつ。きたれ、それがほかげになる女のやることかよ。ふふふふ、じゃねえよ。ふふふじゃねえってば。こりゃ犬も食わねえな。ほらよ。え、なにこれ。リカ、うめえぞ。いや、そういう話じゃなく。平和になったとはいえ、ちゃんと聞きなさい。他の里を敵視する忍びがいることも事実。要は仲良くしようぜってことだろ。その考え方に変革を与える大きな一歩となるでしょう。あんたね、食べながら喋るなっておばさんに言われなかったの。食わねえの。だからもらう。あ、おいしいだろ。ボルト、ボルト。あれ、サラダ。よかった、目が覚めた。